川竹木弥、川竹木弥、川竹木弥、旧時代木弥、文化13年2月3日、1816年3月1日、明治26年、1893年1月22日は、江戸時代幕末から明治にかけて活躍した歌舞伎狂言作者。本名は、吉村吉三郎。拝名に粗水。別名に、古川木網、古川、 江戸日本橋生まれ。江戸、日本橋の裕福な商家、吉村勘兵衛の次男に生まれたが、若い頃から特本、芝居の台本、川柳や教科の創作にふけるようになり、14歳で道楽が、過ぎて親から感動されてしまう。貸本屋の手代となって、生計を立てるようになるが、仕事は、そっちの家で朝から晩まで読書三昧の日々を送る。これが、将来の糧となる。 やがて、カオ,ルカオルの画号で、教科や俳句、舞踊などで頭角を表すようになると、天保六年、八百三十五年にはとうとう、仕事を辞めて、芝宇田川町の踊りの師匠をもん、歌舞伎役者二代目、沢村白五郎のの紹介で、五代目、鶴屋南北の門下となり、かつ現像と名を改める。そもそも抜群の記憶力があり、漢人町などは若い頃から読み尽くしているので、 その全家博を暗記して、南役、弁慶を務める七代目、市川段十郎を貢献。これで認められるようになる。天保十二年、芝晋介。天保十四年、1843年には、二代目、川竹新七を襲名私立作者となる。開園四年、1851年11月、江戸川らざき座の顔見世狂言、マスコイタギ、白畑、円馬マ平が、 好評で注目される。立作者になってからもしばらくは泣かず飛ばずだったが、四代目、市川賞、段次と出会ったことが大きな転機となる。嘉永七年、1853年に章段次のために書いた、宮古ドリグルは白波、忍の相大は大当たりとなり、これが出世作となった。幕末には、章段次との提携により、三人、吉蔵くる発害。 三人吉蔵や、小袖蘇が麻美色縫い、イコール、加害模様麻美色縫い、伊沢よいきよししんなどの名作を次々に発表する。また、三代目、沢村たのすけには、諸女伊藤浮名横串、切られおとみ、十三代目、市村うざえもん、五代目、小野菊五郎には、青床を花くれない際が、白波五人男などを書き、引っ張りだことなった。慶応二年、 1866年に、商談次は、死ぬが、明治維新後もその筆は衰えなかった。この時代には、明治歌舞伎を牽引した、断菊左と不可分の作者として活躍する。この時期の代表作としては、五代目、小野江菊五郎に書いた、天衣噴霊の初花、高知山、茨城、新皿屋敷月うかさ、魚屋総五郎、初代、市川左丹次に書いた、楠木おさむり花見、 幕張、平安大平記、九代目、市川段十郎に書いた、北条九代目加工、高時、もみじ狩り、極め付き万随長兵衛、湯殿の長兵衛など、枚挙に暇がない。生涯に書いた演目は三百余。歌舞伎に西洋劇の合理性を取り入れようと試行錯誤した、坪内商用でさえ、新七のことになると、江戸演劇の王道や、明治の近松、 我が国の社王と手放しで絶賛した。一方、新七の方はというと、初めのうちは九代目に壊れて、活歴物をいくつか書いては見たものの、その九代目が、新聞記者出身の副長ちなどと、本格的に演劇改良運動に取り組み始めると、これに嫌気がさして、そろそろ作者家業も億劫になってきた。明治年、年、左のために、 残切り者の、島千鳥がつしらなみ、島千鳥を書き上げると、これを一世一代の大作として、引退を宣言し、さらにその名を木網と改めた。しかし木網に匹敵するような作者は、当時他にはいなかった。結局木網は引退後も、助、助筆の名で事実上の立作者であり続けたのである。木網の存在はそれほど、偉大だった。 演劇改良運動の推進者一人だった。与田学会は、自ら文化人を自負する観学者だったこともあり、木網を馬鹿と酷評したこともあったが、新皿屋敷休暇さ、魚屋総五郎で、主人公の総五郎が、最愛の妹を殺されて、禁酒を破り、衰退に陥ってゆく下りを目の当たりにすると、あのように書けるものではない。天才だ。と絶賛している。 やがて演劇改良運動が、活力の失敗という形で幕を下ろすと、木網古川木網の意欲的な創作活動は、以前にも増して、活発になった。そしてそれは裁判年まで変わることはなかった。明治二十六年、1893年1月、東京歌舞伎座、八ッ田ダコク春風を絶筆として、同月二十二日、本所に幼町の自宅で、 脳一血のため死去した、去年76万年齢。木網の作品の特徴としてまず第一に挙げられるのが、俗に木網帳王とも呼ばれる、過敏なセリフにある。例えば、三人、吉蔵の序幕、大川端高神塚の場の、薬払いと呼ばれるお嬢。吉蔵の城は、月も、おぼろに白尾の、かがりも霞む春の空。 とろうろうと歌い上げる極めて洗練されたもので、しかも類語や掛け言葉を駆使した75兆の句が観客を魅了する。句の、こいつは春から演技がいいわえとは、実は、通りすがりのヨタカを大川に突き落として金を奪って、見たところなんと100両もあったという、とんでもない幸運を素直に喜ぶ盗賊の浮かれ具合、言い表されているのだが、ここで強盗障害犯の悪坂さを観客に、 微塵も感じさせな木網が特にその本領を発揮したのは世話物で、特に盗賊を主人公に添えた一連の演目は、白波物として一つの分野を確立するまでに至った。木網の白波物に登場する悪人は、いずれも幸せ信者だったり因果に翻弄される弱者であり、そこが、不手不てしいごく悪人が、最後に、 高笑いするような大南北の作品と大きく異なる点である。木網はまた、現実的な内容をあくまでも、写実的に、それでいて、どこまでも、叙情的に描くことに秀でていた。木網の演目の多くは、姿勢の人、それも、社会の底辺であえぎながら、毎日を綱渡たりのようにして暮らしをしているものを、主人公としている。それでいて、下座音楽に、 上流りが多用されているため、全体の雰囲気が陰鬱さに包まれることがなく、情緒豊かで印象的な叙事詩に仕上げられている。明治以後は、船、弁慶や、もみじ狩りなどの松はめ物の作詞も言った。晩年には自作の演目を全集としてまとめた狂言百首を発行している。旧暦の年月は、漢数字で表した。一人娘に、糸女、糸女。 また単に、糸とも、信じたい、糸がいる。坪内商用の圧戦でその糸女の養子に、迎えたのが、後に、早稲田大学名誉教授、演劇研究家として知られた、川竹重俊。そして、重俊の次男がやはり総大名誉教授で、演劇学者の川竹俊夫である。また門下には三代目、川竹新七、竹芝吉水、勝幸進村がいる。 安政度地震、1855年では、人は一代のうちに、必ず災害に遭うと考え、土蔵の縁の下に500円分の金貨を残し、関東大震災で無事であった。二代目、川竹晋七が、木網に名を改めたのは、彼の引退時であったため、木網という名前は、改良演劇論者の批判に対して、目して語らずの意味で付けられたものとして解釈される。 ことが多い。しかし、木網の義理のひまごにして、演劇学者の川竹俊夫によれば、実際の意味は、むしろ、これまでの推測とは、正反対のものであるという。木網は、著作体外の中に、以来何事にも口を出さずに黙っている心にて、木の字を用いたれど、また出勤することもあらば、元の木網とならんとの心なり、と書いており、川竹俊夫によれば、 これは明らかに、今は黙るけれども、元の木網すなわち、現役作者に戻って、また、出勤することもあり得るという意味にしか、返しようがないのである。今日木網は、川竹木網という名で呼ばれるが、木網の筆名は、正式には、古川木網であった。ただし、川竹木網という名も、木網自身も、生前よく用いており、没後は、 弟子の竹芝奇水の神言で、川竹木網に統一された。なお戦前の時点には、川竹という名字は生前は使われなかったとするものがあるが、これは昭和7年に新潮社から日本文学大辞典が出た際に事実を知らない。構成者が無断で訂正したことに期する間違いであり、実際には前日のように生前にも使われている。 日本文学大辞典の木網の項を執筆したのは木網の義理の孫の川竹重俊であり、重俊は前日の構成書の訂正を自身の随筆で厳しく修正している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。